皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。さて、今回は久しぶりにしくじり国家シリーズです。前回は確か中央アフリカ共和国を解説したよな。今回は中央アフリカ共和国に引き続きしくじり国家シリーズ第8弾イエメン共和国を解説していきます。まずはイエメンの基礎データから話していくことにするぜ。イエメンは中東のアラビア半島南端部に位置する共和制国家だな。首都はサヌマ。公用語はアラビア語だぜ。人口は約2892万人、面積は52万7970平方キロメートルだぜ。面積は日本の 1.4 倍くらいね。イエメンの主な宗教はイスラム教のスンニ派とザイド派だぜ。ザイド派はシーア派の一種ね。さて、基礎データはこれくらいにして本題に入っていくぜ。イエメンは今非常に危険な状態にある国なんだぜ。かつては、幸福のアラビア、などと呼ばれ、貿易が盛んな豊かな国だったんだが、今現在は、中東で最も貧しい国、と呼ばれているぜ。すごい落ちぶれよう。どうしてこんな風に変わってしまったのかというと、このシリーズおなじみの内戦のせいだな。これまでに解説したしくじり国家でも内戦によって悲惨な状態になってしまった国はいくつかあったわね。長年の内戦によって国民の半数以上が貧困に苦しみ、およそ1200万人が飢餓状態。およそ20万人が難民になり、200万人以上が国内避難民として生活しているぜ。また、内戦によって水道や衛生、医療システムが破壊されたせいで、大勢の人が劣悪な衛生環境の中で生活することを強いられ、様々な病気が蔓延しているぜ。その中でもこれらの感染者が非常に多く、その数百万人以上と言われているぜ。2018年の12月に停戦が成立したものの今も政府と反政府勢力による衝突が続いているのが現状だぜ。つい最近も反政府組織による自爆テロによって49人が死亡したというニュースを見たわね。それにしてもこんなひどい状態をもたらした内戦って一体どんなものなのよ。2015年から始まったイエメンでの内戦、イエメン内戦、これが諸悪の根源だぜ。2011年に民主化運動、アラブの春、によって1978年より続いていた独裁政権が倒れたぜ。いいことじゃないの。しかしな、独裁が終わったと言っても大統領が副大統領に政権を譲っただけなんだよな。当然、反政府勢力は納得しないわけで独裁政権が倒れても反政府運動は収まらなかったぜ。具体的に言うとハーディ政権とイスラムシーア派武装組織フーシという反政府勢力が対立していたんだぜ。と、このままイエメン内戦について話してもいいんだが、その前にイエメン内戦が起こった経緯を先に説明しておくぜ。ことの発端は2004年、ザイド派の宗教運動を信仰する若者の中心人物ゼイン・バドルッディーン・フーシが治安当局に殺害されたんだぜ。ザイド派は冒頭に説明されていた通り、イスラム教シーア派の一種よね。この事件をきっかけにフーシ派はイエメン政府に反抗するようになったぜ。そして2011年、アラブの春で1978年より独裁を続けていたアリー・アブドッラー・サーレ派大統領に対する批判が加速していったぜ。何か批判されるようなことをしていたのかしら。まず、アラブの春以前からイエメンの貧困は深刻な問題になっていて失業率が3割を超え、国民の半数以上が1日2ドル以下で生活していたぜ。あながち過去形ってわけでもなさそうだけど。また、サーレ派大統領は2010年12月頃より、大統領の任期を無期限で延長することを可能にする事実上の終身大統領制度の導入を検討していたぜ。さらには息子への世襲も検討していたと言われているな。同じ人が何年も政権の座についていていいことが起こることってほとんどないよね。さらには息子への世襲だなんて国民にとっちゃたまったものじゃないわね。そうなんだぜ。国民の不満は高まっていき、アラブの春をきっかけにサーレ派大統領の独裁政権を終わらせようとする運動が激化していったぜ。2011年1月18日、首都サヌアにあるサヌア大学で学生数百人が反政府デモを実施したぜ。
4日後の1月22日にはサヌア大学で再びデモが起こり、今度は学生だけではなく野党勢力も加わり2500人が参加する大規模デモへと発展したぜ。5日後の1月27日にはサヌアでデモが発生し、1万6000人を超えるかなり大規模なものになったぜ。サーレハ大統領は国民の不満をそらすために減税や物価抑制の発表、貧困世帯への現金の支給、公立大学の学費免除などの政策を実施したがもはや焼け石に水。大規模デモを翌日に控えていた2月2日、2013年の任期満了をもって大統領を辞任することを発表。また、息子への世襲も行わないと表明したぜ。2013年って2年後じゃない？それで国民が納得するわけないわよね。デモは翌日予定通り行われ、大統領の即時辞任を要求したぜ。その後、前日のようにデモは行われ、治安部隊との衝突によって死者が発生するまでになったぜ。3月18日、サヌアにてデモ参加者50人以上が狙撃され死亡する事件が発生。それを受けてサーレハ大統領は全土に非常事態を宣言。4日後の3月22日に非常事態法が成立したぜ。非常事態法ってどんな法律なの？1ヶ月限定で憲法の停止や、司法手続きを踏まずに逮捕することを可能にする法律だぜ。へ。恐ろしい法律ね。これにはデモ活動を阻止する狙いがあったと言われているぜ。非常事態法が成立する1日前には年内に辞任すると発表しているが即時辞任については改めて拒否したぜ。4月23日、湾岸理事協会 GCC がサーレハ大統領が副大統領に大統領権限を委譲する代わりに訴追を免除すると提案。サーレハ大統領はこの提案を受け入れると表明したぜ。これで独裁政権も終わりね。いや、終わらないぜ。なんと受け入れを表明した翌日、政権の早期移譲を拒否。30日には超提案への署名も拒否したぜ。これによって5月下旬頃から治安部隊と武装勢力との衝突が激化したぜ。6月3日、大統領宮殿内で大統領暗殺未遂事件が発生するぜ。どういうこと？詳しく教えて。ことの発端は政府軍が反政府の部族の自宅に砲撃を仕掛けたんだぜ。これに対抗して反政府勢力が大統領宮殿に砲撃をしたというわけだぜ。ただの因果応報じゃない？この暗殺未遂事件によってサーレハ大統領は負傷。サーレハ大統領はサウジアラビアで治療を受けるために出国したぜ。サーレハ大統領はもうイエメンに戻ってこないとの見通しもあったが、9月23日に突然帰国したぜ。大統領の帰国によって対立が再燃し、衝突が再発。反政府デモの参加者が軍の攻撃によって40人以上死亡するなど悲惨なものになっていくぜ。10月、湾岸理事協会の提案 GCC イニシアティブへの署名を大統領に促す安保理決議が全会一致で採択され、11月23日にようやくサーレハ大統領が GCC イニシアティブに署名し、退陣に同意したぜ。そして1ヶ月後の12月23日をもってサーレハ政権は終わりを迎えたぜ。翌年の2012年1月21日、GCC の提案通り、議会がサーレハ大統領の訴追免除を可能にする法律を可決させたぜ。するとまあ当たり前だが数千人規模の抗議デモが発生。なんであいつは罪に問われないんだよ、ふざけんな。ってことね。サーレハ大統領は治療のため滞在していたアメリカからテレビ演説で国民に対して謝罪したぜ。2月21日、大統領選挙が実施されたぜ。しかしまあ、選挙といっても立候補者は副大統領のアブド、ラッポ、マンスール、ハーディだけなんだがな。果たしてそれは選挙と言えるのかしら？ハーディ副大統領はなんと驚異の 99.8% の得票を得て当選したぜ。そりゃあ一人しか立候補してないし、多少はね。とまあ2011年のデモ開始からハーディの大統領当選までをイエメン騒乱、というぜ。ちなみに2011年10月7日、反政府デモの先導者であるタワックル、カルマンがノーベル平和賞を受賞しているぜ。
そして2014年8月に燃料補助金廃止の撤廃及び内閣総辞職を求める反政府デモが起きたりもしたが、2014年末までは特に何事もなく割と安定した状態だったぜ。ということは2015年からは何か始まるのね。いや、冒頭で言ったじゃないか。イエメン内戦が始まるんだよ。2015年1月22日、反政府勢力風刺派がクーデターを起こしたぜ。このクーデターによってハーディ副大統領は辞任を表明。クーデターからおよそ2週間後の2月6日、風刺派が政権掌握を宣言したぜ。2月21日、ハーディ大統領はサヌアからアデンに移動し、そこで風刺派の活動を批判するとともに辞意を撤回。ハーディ大統領は辞任したんじゃなかったの？いや、辞任を表明しただけで辞任したわけではないからな。ここから対立が加熱していくぜ。3月25日、風刺派がハーディ大統領が拠点にしていたアデンを攻撃。大統領は暴徒で大統領宮殿を脱出する事態になったぜ。風刺派は大統領捕獲のため2100万円の報奨金をかけたぜ。その翌日、ハーディ政権を支持するサウジアラビアが風刺派の拠点に空爆を開始。風刺派にはイランが味方し、イエメン内戦はサウジアラビアとイランの代理戦争という形になったぜ。どうしてサウジアラビアとイランは戦う必要があったの？それはな、毎度おなじみの宗教の違いだぜ。サウジアラビアもイランも同じイスラム教でしょ？確かにそうなんだが宗派が違うんだぜ。サウジアラビアはスンナ派、イランはシーア派だぜ。イエメン内戦はサウジアラビアとイランの宗教戦争の代理戦争になったということなのね。その後、サウジアラビアの支援を受けた大統領派は息を盛り返し、次々と主要施設や都市を奪還。しかし、互いにミサイル攻撃を行うなど相当悲惨な戦いが続いたぜ。そして2018年12月13日、とうとう国連の仲介の下で両者は停戦に合意し、戦いは一旦ストップすることとなったぜ。しかしながら今現在も両者の小競り合いが続いているぜ。小競り合いって言ってるけど、その小競り合いで何十人もの人が命を落としてるわけだからね。今後の動向に注目ね。というわけでこれにて今回の動画は終了。ご視聴ありがとうございました。